おばあちゃんが大きい荷物を持っていて、まず漢字習ってこいよ。大きいしかない片栗で、道徳の前に漢字国語ちゃんまあいいわ、はい、おばあちゃんが大きい荷物を持っていて、階段の下で困っています。あなたならどうしますか。簡単いいっすか、僕から。はい、はい、じゃあガードマンから。僕とで殴るじゃない。いや、全然違う。いや、絶対ちゃうやろ、それは。ちゃうっすか。それはさすがにちゃうやろ。全然違います。では、エマイク。背負い投げるし、チョークスリーパー。絶対それや。絶対こっちやろ。うわぁこれ、ハズイミスターで。イージーイージー。違う、違う。絶対それや。答えは、もう、まあ、常識としては、はい、おばあさんを、荷物を持ってあげるとか。え？え？いや、おばあさん、その力ないんで、代わりに持ってあげたりとか。ウェイトベルトつけるとかじゃないの。いや、ちょっと違います。手足10キロ10キロとかじゃないの。いや、違います。めっちゃ前、それがめっちゃ前って言うの。基本チョークスリーパーじゃないの。基本チョークスリーパーよ。